その10年ぐらい前、うん、身内ですらってことですね。そう、身内ですら、ね、うん、それをさ、行政がさ、うん、それでつらっとね、うん、その書類で何年もやってるっていうのはさ、うん、ちょっと消せないんだよね、うん。まあそうですね、まあ、だからそういったことも含めてですね、今検討っていうか変えていこうと。だから言われたから直すんじゃなくてさ、その三鷹市っていう、この要するに市長さんの地方の単位でやってる市民税の徴収なんだから、直そうと思えばもっとその記載あればいくらでも直せると思うんだよね、うん。それとさっきあなたに言った仮徴収じゃなくて本徴収だよね。ああ、正確、正確な数字が出てるっていう。1ヶ月プラス15日日にちのズレがあるのに、本徴収じゃなくて仮徴収で6月って、またさらに2ヶ月か、うん、ずらしてこういう事態が発生してるわけでしょ、はい、我々の場合はさ、はい、そんで466通のうち、そのまあ徴税ミスとかなんとかいろいろあると思うんだけども、大体この私と同じ種類のこのなんていうの、通知っていうのは何通ぐらいあるの？8割ぐらいはそうなの？ん？同じというのは、同じっていうのはさ、要するに466通は一部ですって彼は言ったから、すべてが、まあ、年金特別徴収の仮徴収分をお返しする案件と、まあ、限らないということでお話しさせてもらっております。内訳、いや内訳はいらないんだけども、これの方が大部分なわけ、こっちの方が。要するにその他のこれもある、それからその他もあるっていうふうにおっしゃったから、うん、その他の方は少ないわけ、466分の通常の減額構成、一般の減額構成が変わったとか、ほとんどない、うん、今の時期